今回は変な場所に行っても波動が下がらない、疲れない、そういう話をします。疲れないっていうのはね、くたびれたの疲れないじゃなくて、まあ、変なものに疲れない、そういうことですね。じゃあ変な場所って何ですか？波動が下がる場所って何ですかってことなんですけれども、まずその前に波動について説明します。人間っていうのは霊、魂、魄でできています。まあ、霊は心ですよね。そして魂はエネルギー、気です。気、気候の気ですね。そして魄は体です。それで言うとですね、この中で波、波動なのがここです。魂です。気です。エネルギーです。エネルギーっていうのは波動になるんですね。ということで、変なところに行って周波数が下がるって言ったのは、ここの魂の、つまり気の周波数が下がるってことなんですね。ということは、ここの周波数が下がってくると、引きずられて、こことかここの調子も悪くなってくるんで、心も体も不健康になっちゃうってことなんですね。ということで、具体的にその変な場所は何ですか？波動が下がる場所は何ですかっていうとですね、一つは、レベルの低い人たちの集まりですね。レベルの低いっていうのは、後悔とかね、愚痴とかね、不安ばかり言う人ですね。こういう人たちがいっぱい集まってるところに行くと、引きずられて、波動が下がってしまいます。他にですね、見た目で言うと冴えない人っていますよね。なんか冴えない人っていますよね。服装が汚いとかそういうわけじゃないんだけど、なんかしょぼくれて冴えないって人がいますよね。そういう人もレベルが低いですね。それから貧相な人。まあ、冴えない人と同じような意味合いでしょうけれども、貧相な人ってのもいますよね。あと、まあ、見かけはともかく、なんか運が悪い人。この間、財布落としました。そしてその前には交通事故がありました。なんてね。運が悪い人。こういう人もレベルが低いんで近づかない方がいいってことですね。まあ、一人二人でも近づかない方がいいんですけれども、もちろん集団になってると、より近づかない方がいいっていうことですね。それからですね、意外かもしれませんけど、やたら人が多い神社ってのもね、あんまり実は良くないんですね。なんでかっていうとですね、やたら人が多いってことはいろんな人が行くわけなんで、やっぱりね、レベルの低い人も行くわけですね。そのレベルの低い人が神様にあやかりたいということで、邪気、邪念、そんなものをね、どんどんどん置いていくんですね。ということで、それが溜まりに溜まって、悪い場所になってるってこともあるわけです。で、そういうところに知らずに行くと、つまりそういうね、神社に知らずに行くと、心、体、不健康になって運も悪くなるってことなんですね。まあ、具体名を言うのはね、差し控えますけれども、やっぱり人が多い神社は、人が多い時に行かない方がいいですね。人がいなくなってしばらくしている時がいいんじゃないかな、というふうに感じます。つまりお祭りがない時、もちろんね、年末年始も避けてということになると思いますね。次は心霊スポットですね。心霊スポットについては、僕の動画の心霊雑談のところでね、喋ってますけれども、実際の場所に行くと、まあ、いないこともあるんですけども、やっぱり変なのがいることもあります。それから心霊動画もそうですね。心霊動画も、本当にね、変なのがね、映り込んでるのもあります。ということでね、面白半分で心霊スポットに行ったりとか、心霊動画を見たりなんてのはですね、やめた方がいいと思いますね。ということで、次はですね、まあ嫌なんだけど、つい行ってしまったなんて時に、役に立つエネルギーを送ります。これは何かというと、紙結びの神のエネルギーです。紙結びの神っていうのはですね、まあ、破壊神でもあるんですけれども、まあ、そういうね、変なやつをね、浄化するっていうのかな、滅するって言った方がいいですね。存在を消しちゃう、まあ、そういう、ね、役割を持った神様なんで、その紙結びの神のエネルギーで粉砕すると、そういうエネルギーを送ります。
はい、終わりました。これはですね、そういう変なところに行った時に、この動画をね、かざすといいですね。まあ、この動画今ちょっと長めになってしまったので、これもいいですね。例えば動画をですね、一部をですね、印刷したものを身につけておく。これでも全然問題ないです。ということで、今の動画で変な場所に行っても大丈夫。ね、変なエネルギーを粉砕するということができます。今回のおまけは、天照大御神様のエネルギーです。天照大御神様ね、いろんな神社で祀られていますけれども、皆さん実は違う神様ですので、それぞれエネルギーが違います。もちろん天照大御神様っていうね、大枠の中でのエネルギーは一緒なんですけども、やっぱり個性に相当するのエネルギーもありますので、それをね、違いを味わっていただければいいんじゃないかなと思います。最初は本家本元と言っていいんでしょうね。伊勢神宮の天照大御神様のエネルギーを送ります。終わりました。次はですね、藤沢工大神宮。藤沢工大神宮ってのは神奈川県藤沢市にある天照様の神宮ですね。藤沢工大神宮。そこの天照大御神様のエネルギーを送ります。はい、終わりました。次はですね、東京大神宮の天照大御神様のエネルギーを送ります。
終わりました。まあ、今回は以上ですね。これからも人間のね、深いところを探って人生を楽しく明るくする動画を送り続けますので、お見逃しのないようチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。